確かに妖怪ウォッチって連呼しておけば、うん、ちっちゃい子来るんじゃないですか。妖怪ウォッチ、妖怪ウォッチ、妖怪ウォッチ、妖怪ウォッチだよ。妖怪ウォッチかな。見てる見てる見てる。妖怪ウォッチかな。見てる見てる見てる。ジバニャンだよ。ジバニャンだよ。ジバニャンだよ。ちょっとわかんないですけど。寝違えるだよ、寝違えるだよ、ね、ということで、ジバニャンだよ。じゃもうこんなことしてたらまた詐欺だとか言われるでしょ。やってます、ちゃんと曲やって、ちゃんと曲やって、ちょっとね、じゃあもう曲やりましょうね。ちょっとすいませんね、はい、長々と申し訳ない、ね、ありがとうございました。続いての曲はね、妖怪大賞第一弾踊れる曲ね、そう、はい、私たちね、新しい曲となってまして、この間ね、発売したシングルにも収録されている曲なんですけれども、次の曲は恋のラストリクエストという曲です。はい、この曲はですね、私たちのお父さんお母さん、そしておじいちゃんおばあちゃんの世代の方にも親しんでもらえるような曲調となっていますので、ぜひね、皆さん家族でね、聴いていただければなと思います。それでは聴いてください、恋のラストリクエスト。